際、局所地域のエネミーに対して全アークス一斉参加の大規模な作戦を準備中です。どのクエストにする？いつでもおいで。クエストにする？こっちこっち、こっちですよ。おはようございます。気分はいかがです？あ、挨拶遅れました。はじめまして。私、あなたの専属オペレーターとなります、シエラです。無事目覚められたようでよかったです。体にもおかしなところはないですか？ダーカーインシも、はい、綺麗に浄化されてるみたいですね。おや、首をかしげられてるご様子。もしかして記憶が曖昧だったり？そういうことがあるかもと医療部から連絡は受けてました。ではでは、僭越ながら専属オペレーターシエラ、状況の説明をさせていただきますね。
あなたはですね、 AP238-2.20 に惑星ナベリウスにてアークス入隊の終了任務を行いました。他の終了任務の後、すぐにアークスとして頭角を現していったあなたは、数々の冒険を繰り広げ、ダーカーやダークファルス、さらには全ての元凶である深淵なる闇との戦いで目覚ましい活躍をされました。深淵なる闇が長き封印から復活し、絶望的な状況の中、あなたとそしてペルソナのお二人は最後まで決して諦めませんでした。結果、かつてあなたが保護した少女マトイさんを深淵なる闇の手から救い出すことに成功しました。ですが、その犠牲としてペルソナが深淵なる闇の新たなる宿主となり、現在に至ります。いやー、振り返ってみてもすごいことです。そんな人が今私の目の前に。あ、すみません、説明途中でした。今現在、深淵なる闇の復活から2年ほどの時が経っています。驚くのも無理はないです。あなたにとっては一瞬だったと思いますし、あなたは深淵なる闇との初戦の後、ダーカー因子の集中浄化のためコールドスリープに入ったんです。その間も深淵なる闇たちとの戦いは続いていましたが、ご安心ください、アークスは健在、宇宙も健在です。そしてついにあなたも復帰。これでもそう簡単にいかないのが世の常ってことなんですよね。ダーカー因子の浄化が終わったばかりのあなたにすぐ起きてもらったのはお願いがあるからです。あ、でもそのお願いをお話しする前に、リハビリを兼ねてシップ内を見て回ったり、簡単な惑星探索に行かれてはどうですか。2年ぶりにあなたの帰りを待っている方もいらっしゃるかもしれませんよ。よう、先輩。挨拶に来てくれたってことは、ちょっとは落ち着いてきたってことだよな。どのぐらいぶりだろうな、きちんと会うのは。寝てるだけだから大丈夫って聞いてたし、別に心配していたわけじゃないけど、やっぱり会えて話せると安心する。そんな大げさなって思っただろう。待つ側からしたら結構長かったんだぞ。そうかな。まあそりゃ時間が経てば俺だって成長するよ。あのな、変なこと言って俺を恥ずかしがらせようとしても無駄だぞ先輩。からかわれるのにもう慣れた。その程度で戸惑ったりしない。先輩、近いってば。まったく、いつもいきなりなんだよ。あんまり変なことするとマトイさんに言いつけてやるんだからな。こういうやりとりしてると先輩戻ってきたんだなって実感できるよ。きちんと言うの遅くなっちゃったけど、おかえり先輩、ずっと待ってたよ。寄せられた苦情の数では伝説になったな。
佐賀さんがあまり宣伝広報してくれないからです。何よりもまずは覚えてもらうことが重要なんですからね。まったく。でもでも、あなた様の協力もあってマウンサーというクラスは普遍的な広まりを見せてくれましたわ。お前の活躍に憧れて襟好みせずに様々なクラスや武装に触れてみようというアークスが増加したそうだ。マウンサーだけでなく、アークスの多様性を支えているのはお前の活躍にある。それとカトリが無駄にお前も使っていたとよくわからない宣伝をしていたせいもあるな。嘘はついてませんよ。私、嘘はつきません。使ってなくても知ってはいたはずですし、それに今使っていないとしてもこれから使えるようになっていっていただければ全部本当になるわけですから。まあ戦い方に多様性があった方がいかなる事態にも対応しやすいのは事実だ。そしてそれを体得した人材が多いほど対処しやすくなるのもまた事実。新たな問題が発生しているのは聞いている。私たちの力が必要ならばいつでも呼べ。佐賀さんのおっしゃる通りです。成長した私の力はあなた様のために。話してみて分かる通り、カトリは大して変わっていないので迷惑をかけると思うが、よろしく頼むぞ。佐賀さんひどい。あなた様もさらっとうなずかないでください。なんて美しいんだ。君もそうは思わないかい。この文句のつけようのないフォルム、しなやかで柔らかく手触り抜群で完璧以外の言葉がない毛並み、そして何よりも僕のことを愛し常に僕に寄り添うこの従順な姿、エレガント。なんと、ここまで話しても何の話かわからないというのかい？ん？そもそも君は誰だっけ？いやはや失礼。僕はこの子たち以外にほとんど興味がないものでね。僕の名はピエトロ。そしてこちらが僕の愛するカトリーヌさ。君、あまり見ない顔だね。ならぜひ説明させてもらえないだろうか。僕の愛するこの子のこと、サモナーのこと。サモナーとはつい最近にアークスに設立された新たなクラス、新たな選択肢のことさ。最大の特徴はこの子たち。サモナーは自分の愛する子を連れて戦地へと赴くのだよ。みんなはペットと呼ぶが、僕にとってこの子たちは愛すべき子、何にも代え難い愛おしき子供さ。サモナー用の武装タクトの導くままに華麗に美しく殲滅のハーモニーを奏でる、それがサモナーというクラス。どうだい、分かっただろう。そして君もやってみたくなっただろう。そんな遠慮することはない。どんどんサモナーやってみるといい。この子たちを抱く幸せをみんなで分かち合うために僕はこのクラスを設立したんだからね。カトリーヌ、このやんちゃさんね。わかったわかった。それじゃあそろそろカフェにでも行こうか。
それでは僕はこれで。良いサモナーライフを楽しんでくれたまえ。こらこらカトリーヌ、そんな焦らなくても餌は逃げないよ。痛い痛い、噛むな噛むな、こいつ。ということで、続きましてアークス総司令からの大切なお願いです。こちらをご覧ください。お久しぶり。私のことを覚えてる？ウルクだよ。あれよあれよと総司令にされちゃいました。記憶が曖昧になってるかもって話だから、本当は直接会いたかったんだけど、シャオ君にいろいろ押し付けられて忙しくてさ。声だけになっちゃってごめん。きちんと会うのはまた今度ね。まあ積もる話はさておいて、ちょっとあなたにお願いしたいことがあるの。最近正規のアークスとは思えない出自不明のアークスがちらほら現れてるんだ。情報部に調べてもらってるんだけど、カスラがさ、報告ちゃんとしてこなくて、なんか隠してる感じなんだよね。そこであなたにも別口で調査をお願いしたいの。怪しいアークスの目星はついてる。ちょっとの間付きっきりで監視してみてくれないかな。起き抜けでこんなこと頼んじゃって悪いけど、あなたが動くのであればカスラだって文句言えないし、よろしくお願い。以上、ウルク総司令からの連絡でした。なるほど、総司令があなたに声をかけたのはそういう理由だったんですね。納得です。ウルク総司令、シャオから指示系統を引き継いでとっても大変そうにしていましたからね。私からもお願いしたい感じです。では早速出撃の準備をしましょう。準備ができたら私に話しかけてください。あとですね、アークスの組織体系なんかも結構様変わりしてるんですよ。興味がありましたらいつでも私に聞いてくださいね。それじゃ簡単に説明させてもらいますね。あなたが治療されてる間にアークスの組織体系は抜本的に見直されたんです。まず総司令、アークスの一番偉い人がウルクさんです。司令補佐にテオドールさん、六号の皆さんは肩書きを残しつつ各部の司令になりました。戦闘部の司令がヒューイさん、自責に3代目のクラリス・クレイスさん、総務部の司令がマリアさん、自責にサラさん、共同部の司令がレギアスさん、自責にゼノさん、そしてそしてたびたび問題となる情報部の司令がカスラさんですね。アークス全体の方針決定については各部の長と総司令が会議を行って決めているんです。
シャオは私たちシップ管理者を作り出した後、演算に集中するためにマザーシップに戻りました。そう、私たちはシャオの代わりにシップを管理する存在なんです。実はすっごいんですよ、私。生まれてからまだ2年ぐらいですけど、心も体も最初から大人です。えっへん。ちなみにちなみに、人格形成には総司令であるウルクさんを参考にしたとシャオは言っていました。あとあと、アークス内にはもう一つ特別な肩書きがあります。それはガーディアンです。特定の部署に所属することなく、自分の意思で行動を決めていい、アークスで唯一の存在、それがガーディアン。あなた、そしてそして私はそのガーディアンである、あなた専属のオペレーターでもあるんですよ。以上、説明おしまいです。今後ともよろしくお願いしますね。総司令から直々の依頼。惑星ナベリウスで散見されているダーカ出現の調査か。こんなクエスト聞いたことない。しかもペーペーの私に総司令から直々。そんなことってありえるの？もしかして、もしかすると私目をつけられてたり。いやいや、そんなはずない。そもそもここにはバグが発生してる。つまりこれもきっと例外的な挙動。目をつけられるとか疑われるとか、それもひっくるめて全部バグよ、バグ。何を恐れる必要があるの、質疑。いつも通り、いつものようにやればいいの。よし。うわー、誰よあなたは。ですけど。じゃなくて、そうだけど。はじめまして、私アークスシップ管理者兼オペレーターのシエラと言います。そしてこちらは今回の任務の同行者です。その名前どこかで見た覚えが。って、2年前の深淵なる闇戦で大活躍したっていうアークスじゃないか。どうして私。いや、僕と一緒に。いろいろありまして、復帰直後なんですよ。リハビリを兼ねての共同任務と思っていただければ間違いありません。ほう、リハビリを兼ねてね。シップ管理者の専属オペレーターに加えて2年前のキーパーソンがくっついてくるなんて尋常じゃない。これ絶対私疑われてる。なんでどうして。ちょっと張り切りすぎちゃったから。新人にしては頑張りすぎちゃったから。キツギさん。ご一緒できてとても心強いです。よろしくお願いします。それでは行きましょう。任務ささっと終わらせちゃいましょう。さあ。なんとも変な人ですね。男性のはずなのに振る舞いがあちこち女性っぽいですし、なんだかとってもきな臭い感じがします。注意しましょうね。
一斉参加による大規模作戦行動を展開中です。アークス各員はクエストカウンターより任務への参加を。なのに、もしかして逆？もっとできるはずなのに手を抜いてるように見えて違和感バリバリってこと？ああ、完全に恨めった。でもそうと分かればここから挽回よ。もっとできるってことを示して。で、何こいつ。なんなのよこいつ。気をつけてください。その強大な反応はダーカー、いえそれよりも強い。今までこんなダーカーの反応が出てきたことはなかった。この人の復帰を感知し姿を見せたとでも。あ、わからないけど、ここが頑張りどころってことでしょ。これでとどめだ。
よーし、どんな問題？ねえ、見た見た？なかなかでしょ。まあ、私だってアークスだし、ちょっと本気出せばこのぐらいは。ひつぎさん、油断しちゃダメです。反応、まだ消えてません。え？でも、こうして敵は消えて…手が…体が…動かない。何これ、何これ、どうなってるの私の体。誰か助けて。ダーカーの…ダークファルスの力を中和してる。ああ、そうか、これがシャオの言っていたこの人の力で動く。これならロックアウトを。大丈夫ですか？ダーカー反応は消えました。でも棺さんはどこに？戻ってこれた。よかった。なんとかログアウトできたみたいね。まったく何だったのよあれは。エーテルインフラのバグにしたって動けなくなるとか、ひどすぎでしょあんなの。落ち着け、落ち着け私。あれは PSO2 内での出来事。こっちに戻ってきたから、もう問題ない。そう、ここは地球。母なる青い地球。戦いも争いもない平和な場所。そして、ここは私だけの砦。私の部屋。情報化社会に不可欠なこのパソコンも、疲れ切った体を癒してくれるベッドも。そう、ここは地球。母なる青い地球。ここは私の部屋、私だけの部屋。だからあのベッドは私の。落ち着け、落ち着け、棺。まずは落ち着いて深呼吸。私は棺、八坂棺、年は16。今は西暦2028年、剣豪だと。忘れた、止まれ。春から花の高校2年生。ここは地球、ここは東京、ここは学校、ここは寮。 PSO2 の中じゃない、間違いなく現実の世界だから。あれは夢、あのベッドにいたのは幻、想像の産物、目の錯覚。私は疲れてるだけ。よし、ダメだ、まだいる。それどころか起きてる。喋った。いや、いやいや、でもまだ幻聴という線が。ねえ、ここどこ？こっち見た。話しかけられた。夢でも幻でもなかった。どうしたの？どこか痛いの？大丈夫？ちょっと待ってて。現実逃避をやめて受け入れる準備をしてるから。よし、落ち着いてきたぞ棺。さあ、それじゃあ聞かせてもらおうじゃないの。あなたは誰なの？名前は何？棺。それは私の名前でしょう。あんたの名前を。名前。棺は違うの？じゃあわからない。ああ、もう、あんたは一体何なのよ。私の部屋に勝手に入ってるし、私のアバターそっくりな見た目してるし、まるで PSO2 の中から出てきたみたいじゃない。まさか本当に出てきたなんてこと。ないない、そんなことありえない。マザーはそんなこと言ってなかったし。騒ぎすぎたかな。寮長だよねこれ多分。あ、はいはい、すぐに出ます。
ショット、何この化け物、次から次へと何だってのよ。危ない。あんた私をかばって来るな、来るな、助けて、誰か助けて。あなた、どうしてここに。あの化け物は。そっか、よかった、もう大丈夫なんだよね。何が何だかわからないけど、私たちを助けてくれたんだよね、ありがとう。二人ともバイタルは安定しています。心配しなくても大丈夫ですよ。それより気になるのはさっきの不可解な化け物ですね。ダーカーとも異なるあれは一体。リハビリにうってつけの簡単な依頼と思っていたら、いきなり未知の座標に転送、そして戦闘、想像以上に大ごとになりそうですね。今後のことも相談しないといけませんし、一度帰還してもらえますか。なんだなんだ、やっぱり化け物も何もかも夢だったのね。よかったよかったよかった。やっぱり夢じゃなかった。お疲れ様です。何か後遺症とか起きてたりはしてなさそうですね。よかった。改めまして、先日転送された惑星について現段階で分かっている情報を共有しますね。あそこはオラクルのあるこちらとは別次元の宇宙、亜空間の先です。この宇宙のどこかの星ではありません。おそらく私たちのいる宇宙とは別の次元、いわば異世界ですね。そんなところと簡単に行き来できるはずはないんですが、詳細は調査中です。そんな別次元宇宙にある星の一つ、知的生命体が存在する場所ですね。他の星の名前は地球というそうです。ところで地球に行った時、棺さんと普通に会話できてたの覚えてますか。どうやら地球の言語データについては情報部がすでに収集済みだったみたいなんです。それだけじゃなく、今回のことを報告するや否や、情報部からあの星の情報がたくさん登録されていきました。
独自に情報収集を進めていたってことなんだと思いますけど、ウルク総司令の言う通り気の臭い感じがしますね。もっとも地球の座標データや転送先設定はあんまりうまくいってなかったみたいですね。これもどこまで本当かは怪しいですが、もうどうであろうと関係ありません。今回のあなたと棺さんのつながりのおかげで地球への接続を確立することができましたから。なんでつながりが持てたのか、あちらの世界へどうして飛べたのか、詳細な部分は未だ不明ですが、棺さんの助けてほしいという願いと、それを助けたいという思いにフォトンが応えてくれたんだと思います。ちょっと脱線しちゃいました。つまりですね、これからは自由に地球へ行けます。もっとも調査段階なので隠密活動となりますが、フォトンによる認識偽装や空間隔離を行いますので、フォトンを使えない地球の人々にはバレずに活動できるはずです。この技術も情報部のものからなので、ちょっと不安なんですよね。当人前のインフィーレントの汎用化とは言ってますが、正直なところこの技術の出所も怪しいです。ほんとあっちもこっちも変なことだらけ。これはますます私たちがしっかり調査しないといけませんね。あ、そうだそうでした、もう一つ重要な情報がありました。あのナベリウスに出現したダークファルスのような反応について、あれ以来どこにも確認されていません。引き続き追ってはみますけど、期待薄って感じです。面目ないです。でもその代わりってわけではないですけど、あなたと棺さん、お二人のつながり、リンクはしっかり捉えてます。ほら、闇に飲まれた棺さんを助けようと闇を払い手で触れたじゃないですか。あの時にあなたのフォトンが棺さんに流れ込んだのか、彼女の反応を捕まえられるようになったんです。その反応があったおかげで寸出のところで助けに行けたんですよ。災い転じてなんとやらですね。そして同時にあちらの情報も断片的ながら収集できるようになったので、地球の現状も調べやすくなって一石二鳥。アークスの技術をもってすれば、断片情報をもとに彼女の日常生活を再現映像化することも容易。さあどんなシーンが見たいですか？いいえ、シャオに誓ってこれは情報収集です。情報収集の一環なので問題ないのですよ。それにこれを見るのは私とあなただけですし、黙っておけば大丈夫です。大丈夫。冗談はさておいても情報収集は重要です。特に向こうは知的生命体の存在する私たちにとって未知の惑星なんですから。プライベートを覗き見しているようになるかもしれなくて少し心苦しいですが、可能な限り見せてもらいましょう。Thank you.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。